皆さんこんにちは。スワブジャパン大会ディレクターの栗村治です。今回はですね、自転車月間の代打企画といたしまして、ネーミング考えました。競輪をフィーチャーする阿部ちゃんの競輪やろう第1回はい、ということで、非常に大盛り上がりなオープニングを一人でやってちょっと恥ずかしいですけども、さあ今回はですね、競輪の魅力をですね、自転車普及協会のニューフェイス阿部くんにですね、この栗村が聞いていくという企画になっております。私まだ実は競輪それほど詳しくないんです。ですので、まあ、このちょっとね、まあ、日本全体が、おうち月間というかね、ちょっとおうちにいましょうという状況になっておりますけども、まあ、そんなタイミングで、競輪の魅力、そして競輪の楽しみ方をですね、皆さんにお伝えしていこうという企画です。さあということで早速自転車普及協会の、新人阿部くんを呼び込みたいというふうに思います。阿部くんどうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。お、阿部さん今、はい、自宅ですか？はい、そうです。今自宅の壁の後ろで撮影しております。お疲れ様です。私今、事務所目黒にいますけども、はい、まあ、今回ねこういうご時世ですからリモートで、はい、ね、YouTube のこの配信をしていこうということですので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。阿部と申します。よろしくお願いします。ちょっと阿部さん、自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、じゃあ改めて、阿部隼人と申します。昨年からですね、自転車普及協会にで働くことになりまして、で、ちょうど1年、ちょっと経ったところになります。本日からよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今回ネーミング阿部ちゃんの競輪野郎ということで、はい、競輪野郎の野郎はどっちの野郎ですか？まあ、2つの意味あるんですけど、まあ、やりましょうという方と、まあ、野郎の方、まあ、ちょっとかけてるっていう感じですかね。なるほど、はい、親父ギャグですね。すみません、ちょっと、まだ若いんですけど、すみません。あ、ちょっとなんか当てつけっぽい感じですけども、まあ、アラフィフの私と、はい、アラサーじゃないの、まだ。ギリアラサー、自社誤入してアラサー。あ、若いですね。はい、僕たち半分ぐらいの年齢だというところ、ね、はい。ということで、阿部ちゃんの競輪野郎企画になりますが、まあ、ね、今回、競輪をの魅力をね、皆さんにお伝えしていこうという趣旨の企画になります。で、あれ、阿部さんは何、その若くしても競輪経験者？そうですね、まず最初はちょっと競馬の方をやっておりまして。あ、なるほど。そうですね、そこから、競輪の方に、まあ、少しずつ、まあ、オンラインで購入して楽しんでいるっていう形ですね。まあ、今回ね、ツアブジャパンがね、残念ながら、開催中止となって、で、阿部さん実はね、ちょっと留学経験があってね、はい、英語も喋れるということで、まあ、ツアーブジャパンのその業務の中でもね、海外の方とのメールのやり取りとか、あと、まあ、翻訳とか英訳の業務をね、やっていただいてるんですけども、まあ、そんな中で、ツアーブジャパンがね、今回開催中止になってしまって、まあ、阿部さんもやっぱちょっとこうがっかり感というか、やっぱりこうなんかツアーブジャパンにかける思いみたいなのはあったわけですよね。そうですね、まあすごい2年目だったので私的にも楽しみにしてましたし、まあ、ここで伸びるチャンスかなと思っていたんですけれども、まあちょっと残念ながら中止になってしまいましたので、まあその代替案として何かこう自転車をね盛り上げたいなと思いまして、まあ、こちらの競輪をね相談させてもらったというところですね。実はね、僕らが阿部さんにこれ指示出ししてこの競輪ブログを始めたんじゃなくて、阿部さんがこうちょっと僕やりますっていうことでね、手を挙げてくれて始まった今回のブログですから、まあ、非常に我々としても嬉しいのでね、はい、で、ここまで今今日収録時点で4本というか、ブログをね上げてくださってますので、ちょっと今回まず第1回の、ブログね、 TOJ ブログ、スタッフブログの方で書いてくれた記事をですね見ながら、まずは最初競輪のね楽しみ方、とっかかりを皆さんにお伝えしていきたいというふうに思いますので、じゃあまずその、阿部さんに書いていただいたブログをちょっと見ていきましょうね。はい、こちらです。題名がまず出ました。はい、
今こそ競輪の魅力を知ろうということで、まあ、安倍さんがこのね、第1回のブログ書いてくださったわけですけども、ちょっとこれじゃあ、読みながらね、はい、私の方から質問していきたいというふうに思います。はい、お願いします。はい。まあ、残念ながらね、TOJ が開催中止となってしまいました。現状、海外レースもね、中止になっている中で、自転車ファンの皆さん、非常に気持ちが沈んでいるのではないでしょうか。ね、安倍さん自身も TOJ の準備してきたので、正直、非常に残念な気持ちでいっぱいです。しかし、皆さんいつまでもそんなにへこんではいられません。ね、外に出られないのに切り替えもあるかと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、室内で自転車を楽しむ、観戦する方法があるんです。それが競輪ですということで、提案いただきました。安倍さん、はい、室内で改めて競輪って楽しめるんですか？そうですね。いろいろな角度で見ることができまして、まあもちろんただ単純にお金を増やすために熱くなるっていうのもあるんですけど、やっぱこう選手との、こう、なんていうんですかね、駆け引きだったりとか、まああといろんなまあこう、競輪場のまあ面白い場所とかっていうところもいろんな角度から見れるので、まあ楽しめるかなというふうに書かせてもらいました。なるほど。はい。まあ競輪ね、少し前からこう無観客レースなんかもね、始まって、本当にネットで楽しめるという環境がね、できてますからね。まあ、今回のこの企画にある意味ぴったりだというところです。はい。で、改めてなんですけども、競輪っていうとですね、まあ、こう、公営ギャンブルというかね、やっぱりこう、掛け事のイメージがあるわけですけども、安倍さん、まあ、改めて、ちょっと掛け事っていうと怖い感じがするんですが、これ、今ここに100円って書いてありますけど、100円から気軽にこう、まあそんなにこう、大きい金額を使わなくてもできたりするんですか？そうですね。最低金額が、一応100円単位で、100円からになってるんですね。うん、なので、まあ100円ね、まあちょっと楽しむために使おうと思って、使ってすぐにこう、かけて楽しめるっていうのが、まあ公営ギャンブル。まあ競馬もそうなんですけど、まあ特徴ですね。まあ、でもそのよく考えてみるとそのスポーツというかなんていうんですかねそのプロスポーツ見るスポーツとしての競輪ってまあ単純にこう見ていても面白いわけじゃないですか。はい。で例えばその野球とかサッカーとか見に行って入場チケットってやっぱ数千円単位で買いますよね。はい。でこれある意味競輪って100円とか200円が入場料だと思って払って、で、レースを見て、で、しかも、それがもしかしたら、そこからリターンが生まれるかもしれないっていう発想で考えると、はい、結構これ、なかなか美味しい条件ですよね。そうですね。非常に美味しいんですけど、まあ、いろいろ、まあ、当てるのも難しいっていうのもありますし、うんはい。まあ、ほどほどにするのが、楽しめるコツかな、というふうに思ってます。ああ、なるほど。ほどほどにね、この辺は。はい、なんか、安倍さん若いのに、僕よりしっかりしてますね、はい、その辺ね。いえいえ、ありがとうございます。いや、でも、本当に発想的にそっか。まあ、100円からプロスポーツを気持ちよく楽しめるっていうね、はい、そういう見方もできますから。入場料的なね、感じで。はい。ということで、まあ、まずはですね、競輪のね、まあ、今こういう状況だから楽しめるっていうところですね、安倍さんからこうご紹介いただきましたけども、そっか、そしたらまあちょっとね、ただ競輪って結構競輪用語いっぱいあるじゃないですか。はい。なんだろう、先行逃げ切りとか。はい。これ競輪用語に入らないぐらい多分初歩的ですよね。もっとなんか、はい、あとなんだ、ね。大穴とか。はい。大穴って競輪用語。まあ、他の公営ギャンブルでも、よく使われる言葉なんですけど。使えるね。まあ、でも、競輪用語でもあります。僕ね、ロードレース畑なんで、実はね、大穴と先行逃げ切りと、はい。まくりぐらいしか分かんないんで。栗山さん、それだけ覚えとけば、もう問題ないです。問題ないの？それだけ覚えれば、見方がしっかりできるので、考え方もできるので。見方ね。ただ、ほら、いわゆるかけ方とか全然わかんないんですよ。あ、そうですね。そこは
覚えないと難しいかもしれないですね。なんだっけ、三連勝、三連単、三連単、三連単か、ね、三連勝じゃ、かけ方じゃないよね、三連単かかっちゃう強いですね。これもちょっとね、伺っていきたいんで、はい、阿部さんの確か、ブログのまた第2回以降もそんな話もあったと思うんで、はい、また次回以降ちょっとがっつりとお話伺っていきたいと思うんで、ぜひよろしくお願いします。はい、まずはね、今日は、まあ、本当に、はいね、その入りの部分ですけども、まあ、ご存じ、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、競輪というスポーツは、まあ、実は競輪場に行かなくても、ね、車券が買えて楽しめる、そして、100円というね、まずは非常にこう身近な金額から、まあ、参入することが、参入ってちょっと難しい言葉ですけども、楽しむことができるというところを伺いましたので、また、じゃあ詳しくは次回以降、お伺いしていきたいと思います。はい、阿部さん、家でもスーツなの？いや、すごい、いや、脱いでるんですけど、一応、はい、真面目にと思って、はい、いい心があるんだよね。はい、はい、まあ、また次回以降よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。できました。はい、ということで、第1回目はですね、まずは簡単に競輪のね、魅力というものをお届けいたしました。BPAJ チャンネル、阿部ちゃんの競輪野郎、また次回お会いしましょう。阿部ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。